日本工業佐賀野関鉄道は、かつて、大分県北天辺郡佐賀野関町の飛行、西崎駅から飛行佐賀野関駅までを結んでいた、日本工業が運営していた、鉄道路線である。太平洋戦争勃発により海上輸送が厳しくなったため、佐賀野関半島北岸に建設が進められた、鉄道であったが、工事は南港市終戦後開業となり軍事輸送には、間に合わなかった。 開業からわずか17年の1963年に廃止された。廃線後の大半は地元の生活道路や遊歩道、サイクリングロード等として生かされている。廃止直前は全線の所要が25から30分、区間列車含め20往復の本数が確保されていた。大周期から小宮にかけて日本工業の社宅があったため、通勤時の大周期佐賀の関館は、 かなりの混雑だった。当初、旅客、貨物とも、蒸気機関車牽引で運行されていたが、1951年には、国鉄大隅線の前身の大隅鉄道の下方1、型を、国鉄買収時に編入した元ガソリン動車2両に、ディーゼルエンジンを乗せて、再起動車化し、同年に、若松車両で新車のディーゼルカーとして、ケコキハ512を製作した。これにより、 旅客列車が機動車化された。また、ディーゼル機関車も導入されている。列車には、女性車掌が乗務しており、鉄道職員には、珍しい茶色の制服を着用していた。日光、最崎駅日光本最崎駅日光、太平駅日光大周期駅日光省、周期駅日光新幸駅日光。 小宮駅日光、金山駅日光、佐賀の関駅1990年代初めまでは、大部分が未舗装の生活道路として利用されていたが、土地区画整理事業により次第に姿を消している。特に飛行幸先日光本幸先は、国道197号のバイパス道路建設と、JR 高崎駅の専用線が撤去され、宅地化されたことにより、一気に痕跡を消していった。 逆に飛行太平付近などは、未舗装の生活道路やそのまま利用されている、橋桁など、配線跡の情緒が残る風景を現在でも提供してくれる。日光新三きから飛行金山にかけては、サイクリングロードとして整備されていたり、当時のトンネルがそのまま使用されていたりと、配線跡がうまく再利用されている姿を確認することができる。なお、 佐賀の関線には4カ所のトンネルがあった。そのうち現在でも、現役で使用されているのは大周期トンネルと金山トンネルの2つで、蛍光灯の付け替えなど管理がなされ、地元の人たちの利用も多い。残りの小州期トンネルと小宮トンネルは、完全にコンクリートブロックで塞がれてしまっている。日光佐賀の関駅は、現在の大分バス佐賀の関バスセンターにあたり、 手前のカーブで旅客船と貨物船が分岐していた。貨物船はそのまま、佐賀の関駅の入り口前を通り、佐賀の関精涼所敷地内まで通じていた。1980年頃に最後まで残っていた貨物船のレールが撤去され、周辺整備の前までは道路に割り込むように白いコンクリートの帯が、 精錬施設の中まで伸びて、廃線跡であることを主張していたが、道路拡張の際に消滅した。鉄道省国示第86号、漢方1933年3月25日、全国乗り合い自動車騒乱、岩堀春尾、専用線の機関車、鉄道ファンナンバー282、ありがとうございます。